皆さんようこそ。ここは応用地質ミュージアム。応用地質とはどんな会社なのか、その答えを求める4つの数式があります。社会プラス安心、地震マイナス災害、地盤×3D、 地球割る科学。これからこのミュージアムをツアーしながら、その数式を解いていきましょう。社会に安心をプラスするために、応用地質は社会インフラや企業、町に日常的に潜むリスクを見える化し、ソリューションを提供します。最先端の探査技術で道路の陥没による事故を未然に防ぎます。情報通信技術を渋滞予測や交通会社の経営革新に役立てるなど、安心で快適な暮らしづくりに貢献しています。東日本大震災に代表されるように、大規模な自然災害はいつ起こるか分かりません。地震から災害をいかに少なくするか、その答えを見つけるために、応用地質は災害現場を直に訪れ、肌で感じてきた知見や経験を生かし、さまざまな防災・減災技術の開発に取り組んでいます。中でも国や県の地震防災アセスメント業務は日本で最も多く実施しています。民間企業としては最多を誇る膨大な地盤データと優れた地震動解析技術を生かし、災害予測や地域防災、BCP 策定支援などのサービスを提供しています。最先端の予測技術で被害を最小化し、企業や国の価値を高める、応用地質の大切な使命の一つです。エネルギーの未来は地盤の中にあると言われています。応用地質は地盤の3次元可視化技術や高精度な探査機器などを用いて、今まで知ることのできなかった地盤や海底の様子を視覚情報化。資源が眠るポイントから地盤災害のリスクまでしっかりと把握することで、資源・エネルギー開発の重要な役割を果たしていきます。地球と人がもっと仲良くなれるように、この星の活動や未来を科学で解き明かし、答えを見つけ出す。そのために応用地質では、地質学、地球物理学などの地球科学全般から情報工学まで、さまざまな分野の専門家集団が一丸となって、防災・減災やエネルギー開発、社会インフラや自然環境の整備などに取り組んでいます。4つの数式を見てきましたが、これらの答えを見つけることが応用地質の使命です。この星とここに住む全ての人に持続可能な社会を残す。そのために地球科学にできることをずっと。答えを見つける会社、それが応用地質です。